今日こそ突っ込んであげないんだから。元はといえば舞ちゃんが悪いんだよ。機械のようにボケまくっていつもいつも私が突っ込んで、このままじゃボケと突っ込みの立ちループ。私たちは乙女、そう、花も恥じらう乙女だったはず。それなのに普通の女子高生みたいな会話もできないんだもん。今日から絶対突っ込まないぞ。私の意志はダイヤモンドよりも固いんだから。あ、ゆかおはよう。あ、舞ちゃんおは。ダブルメガネ、強烈だ。今日は強烈だ。今日に限って強烈だ。だけど負けない。私は、私たちは変わるんだから。舞ちゃんスラマッパギー。よし、今こそガールズトークに花咲かせる時。ねえねえ舞ちゃん、昨日の筋肉バンカー見た？どっち？私のツッコミを待っているかのような。ダメ、ツッコんではダメよユッコ、これは罠。なんだよ、水上ニコもメガネしてんじゃん。田中の野郎、私のツッコミを、私だけに許された最高のツッコミを。いや違う違う、私んじゃない、それは私のツッコミじゃないから。あ、そうだ、今日の一次元目国語だっけ。そうだよ。そういえば理科の中村倒れたらしいね。大丈夫かな。あ、そうだ、今日の一次元目国語だっけ。いや、それさっき。あぶなー、この子同じセリフなんで2回言ったの。末恐ろしい、末恐ろしいわこの子。よし、日直恒例起立。はい、着せこ。じゃあ授業を始めるぞ。着せこって、着せこって何なんだよ。しかも全員そうするかよ。じゃあ読みたいやつはいるか。はい。ままいちゃん。じゃあ水上。はい。しかも読んでるってことは、初めて来た読んでるってことは、ことは丸暗記だよ。これでいいの。これが私の道だから。そしてこれが舞ちゃんの道だもの。ゆか、実は今朝からコンタクト。